ダイヤモンドアライアンスベースボールチャンネル。皆さんこんばんは、今井亮太さんです。長いよ、そこ真似しなくていいから。いやー、今日は今日選手来ていただきました、宮西投手、そして堀投手でございます。ありがとうございます。いやー、まあ、2022年の新体制といえば、新ビッグボス来ました。今年のファイターズどうなっちゃうのっていうのは皆さんが気になってると思うんですよ。だからやっぱピッチャーのこと今日からやっぱ野球は絶対僕はピッチャーだと思うんですよ、うん、投手力ありきというか。じゃあやっぱり日本ハム、打力がね、ちょっと昔に比べてちょっと寂しくなったかなってイメージあるんですよ。なんですけど、ずっと僕が、ファイターズにいた時からいいなってやっぱ思ってるのは投手、やっぱそこがやっぱいいじゃないですか、ずっと。でまずは投手陣を引っ張るヤニさんから若い選手とかにこう求めるものなんかあるんですか。求めるもの、監督が変われば、ね、チームが変わるから、うん、やっぱり若手はチャンスすごくあると思うし、ここ逃したら本当にまた数年チャンスないし、その数年でね、この世界でクビになるから、やっぱりここはもう勝負どころのシーズンになるんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、それこそね、まあ、去年おととしとかがそう一軍で投げてたピッチャー陣っていうのは心新たにというかアピールしないといけない部分もあるしね、うん、かといって別に変える必要もないと思うしね。難しいっすよね、やっぱチームが変わるときはね、やっぱ難しいスタートになると思う。堀のトークの時にあったけど、僕の記録抜かすにはこれからとか言うけど、俺プロは大学か、うん、22で入って23の年からやから、ちょうど同じぐらいから涙してるわけやし、すごいね。だから簡単に記録も普通に追いつくはずやし、普通にやれよ。言うねえ。あれですよ、言っちゃうよ。ちょっと骨折してまで投げるのはちょっと骨折的にはちょっと難しいでしょ。え、それで50試合かかった試合ってことですか。じゃあ50試合は終わってたかな。じゃあ終わる前だ。どこ骨折してたの。あ、すね。どこのすね。左すね。フットサル行ったでしょ。フットサル行ってこうやってやったでしょ。でゴルフボールこうやってやったでしょ。こうやって。クライマックスの時はもう完全にやってたし、すごいね。鉄腕じゃなかったね、鉄足だったね。だから鉄腕とか言うけど、俺すごいシーズン怪我しまくってるから。毎日な。でもその我慢っていうか、それを隠しながらできるっていうこと。あ、そう。この世界ってちょっと痛いから休むって言ったら、もうその時点でポジションなくなると思わんと、やっぱこの生きていかれへんから。そうな形でね。そう、若手にチャンスをやらないっていうのが僕らの生き方やし、うん、教えるのももちろん大事やし、うん、育てるっていうかね、一緒にね、越してこいよっていうのも大事やけど、そういうチャンスすら与えないっていうのも、怖えな、これが野球界ですよ、皆さん。いや、それはじゃないと、着任教職の世界じゃん、言うてます。だから、あんまりそういうチャンスを与えないっていうのは大事よね。いや、堀投手、今の話ってどうですか。まだ若いし、やるときにしっかりやって、ヒヤッとさせれるような成績をどんどん残していきたいなと。まあ、とりあえず宮西さんが座る椅子とかに画鋲とかブームクッションとかそういうとこから差が激しい。いや、面白いのはあのバットスプレーあるでしょ。あれビーってトイレにこうやってつけて、宮西さんトイレでホテル来るでしょ、動けなくするんだよ。ああじゃあそういうとこから、そういうのを平気でやるのが僕だったから。お前はダルビッシュとかね。ダルさんね、で僕ね、ダルさんまでグイグイ行けなかったね。はぁ、あ、はぁ、あ、なんで俺が。ダルは俺の一個下やからな。かっこいいね。かっこいいよね、まあね。でもダルさんにも出てほしい、うん、絶対出るよ、あやつは。お願いしてもうん。いや、ダルさんの YouTube にも出てるやつ。あ、あれだよ、アメリカまで行ったら出してくれちゃう。こうやってカメラ持ってるね、撮影機材持って行こう。メイさん、でも俺当時、僕の中では投げた瞬間を見たとき、一瞬で宮城さんだと思ったんですよ、うん、で絶対に可愛がってるなと思ったら、やっぱ一緒に練習してるでしょ。可愛がったっていうか、俺ね、これすごい運命とはね、言わんけど、ちょうど16年の年かのドラフトでね、
で、その甲子園見てたのよ、たまたま。で、当時、厚澤コーチ、厚澤コーチがいて、で、2人でこう、球場のロッカーで試合見てて、このピッチャー絶対取った方がいいですよで、お互い思ってて、厚さんと、いや、そう思うみたいな話になって、そこでもう知ってたの。なるほどね。それこそ、その日本シリーズの時にドラフトで1位で堀新庄高校って、うん、このピッチャーあの言ってたやつじゃんってなって、で、それってそれはなんか反映されたことあるんですか。いや、全く。だってアツさんと2人で、あ、会話でね。そうそう、会話で、ご飯食べながら試合に出て、うん、で、それはね、あのドラフトでうちに来たから、なんだ、僕はなんかもう、宮城さんが裏でもうなんかスカウトして、あれ絶対取れ、じゃあ俺もう取れどれとか出てやるかってどんな権限あるんだいや、大丈夫じゃん、これないわ、あれぐらいだから、こっちが待ってるじゃん俺もあるし、デジタルあるし、これもあるしないわだから、そういうので、見てたし、このいいピッチャーになるって自分あんまり思わんねんけど、パッと見た時に思ったから、だからそういう意味では、運命的な、だからこうちょっとなんか気にかける。なるほど。歳取ってきてやっぱ30超えてくると寒いところでしょ。やっぱ寒いと足が多かったんよ、ほんとに。オフの練習でふくらはぎやったりとか。30なんて分かんない。でもそれでちょっとこれはあかんなと思って、やっぱ指導はあったかいところでまず体を起こして、で、ある程度基礎作って寒いところで地道にもう一回作るっていうあのプランを立てた時にちょうど誘った。で、またね、うん、走るんだよ、全然走れない、走らない、練習嫌いで、それはファーム1年目とかで行ってる時にコーチからその話を聞いてて、これあかんな、この人めっちゃ練習するでしょ。めっちゃ走りますね、この人やるよ、こう見えてる。そうそうで、なんでそれで、まあコーチからもあいつなんとか慕ってくれよ、トレーナーさんからとかも分かりましたっていう経緯があって。なるほどね。で、こう連れて行って、じゃあとりあえず、まあ同じメニューをやってと思ってるけど、あまりにも走らへんから、そっから倍走らせるようにして。最初、初めてついて行かせてもらった時は毎朝起きるのが本当に憂鬱だったんですよ走りすぎて高校時代になってそれくらい本当にきつかったんで、うん、気にかけてもらえるんです出るんだなっていうのはそこでも、うん、でもね、この目の前で言うからじゃないんだけど本当にね、優しいからそれは間違いないです。でもね、厳しいのがある。でもそれは愛情だ。厳しいまま育てないけど、期待するとやっぱ厳しくなっちゃうっていうのがあるじゃん。まあでもその分俺も同じ量を走ろうとするから、もう年取ってきたら一回な、熱中症なんてな、もうほんまたもう動けんだよ、目の前の 50m 先のホテルに帰られへんっていう。僕も皆さんがしんどそうにしてるのに、僕と加藤さんはクールダウンでプール入ってキャッキャッキャッって笑ってる。そんぐらいにいやでも皆さんそういうのが生きて体力取ったじゃないですか。いやそう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 、だから最低限だよねでも求めてるところはそこじゃないよね。やっぱ1年でその結果出した、去年ね、いい成績出したっていうのは、まあちょっと2点台っていうのがね、あれやけど。気に食わない、うん、ちょっとね。1点台ですよ。あのまま1点台走り切れたらもう完璧やってんけど、だから98点ぐらい。まあでも、1年通して考えたらもう完璧な出来やったわけよ。でも俺が求めてる、これに求めてるところはそこじゃなくて、単年で活躍する選手っていっぱいいる。5年、10年、15年と、やっぱこのトップを常に走り続けていって、ファイターズのリリーフ陣っていうのを、やっぱり継承していかなきゃなわけじゃん。まあ、構築していくというか、そう、今度は自分がしっかりやって、俺の前には、俺の前には、武田久志さんっていうのがブルペンで、やっぱりみんなの憧れで、すごかったよね。でしょ、もう、やっぱそういう存在っていうのを、やっぱ作らないといけないわけよ、次の世代で。だからそういう部分でスタートラインにようやく立ったよね。だからスタートラインが完璧すぎたっていう。あ、うん、だからそこを求めてるから。なるほど、うん、かっこいいね、宮城さん。なんかでしょでしょじゃねえよこういうところ嫌いじゃないこういうとこ嫌いじゃないよこれ、このトークよ、これ。でもこういうタイプ、口下手なタイプはね、まあ、その世代が次やってくれるわけだから、その次にね、しっかり自分が引っ張っていかなあかんっていうのがちょうど5年後ぐらい、うん、
だからあと4年、結果出し続けなあかんわけ。その頃には皆さん 40? もう 41? 41? 41とかやね。やってるからね。いや、もういい。もういい。もういいよ。その頃にはピッチングコーチやってるでしょ。いや、もう多分、ここは何でもないです。そう。そうだ、DSA。D アカデミー。俺面接来てるかもしれない。キャッカ。キャッカ早いよ。キャッカ。こんな癖が強い人無理だ。本当は雇えない。いやでもなんか僕はでもね、これあの子供たちのこう未来とか、ね、そういうのをやってるんですよ。いいよね、子供たちのこうスポーツ、うん、でこういうやっぱプロの話を聞いて、僕もプロだったんで、そういうのをどんどん子供たちに伝えてあげて、マインドとか、うん、でそういうところとプラス技術、でそして科学的にこういうのは怪我少なくなるよとか、うん、こういう動き大事だよっていうのを伝えてるんですよ。大事だね。でもこういうね、そういう世代がね、次の未来をね、どんどんやっていくわけやから、ね、ファイターズのリリーフといえば堀なんだって言われるようになってってほしい。しめごと言うて、俺、足伸ばしちゃうかな。いいね、いいね。いや、うん、そうよ。いいこと言うでしょ。でもこうやって、初めて、ね、何回も YouTube 出てもらって、それでお会いしてね、なんか、より応援したくなる。俺のことも応援しよう。大丈夫、もう勝手にやるから。だって言われてやりたいんじゃないから。そう、言われたらやりたいから。言われたらもう、天の尺だから。そうそう、本当に。いや、こんなね、熱い投手陣が、今年は2022年、見れますんで、皆さんも、ビッグボスと共に。では、俺たち、最後に、皆さんに今、言葉をいただきましたけど、総括して、まとめてください。6年目になりますし、皆さんも、本当、まあ、いいお年なので、はい、もうしっかりと今後は僕が引っ張っていけるようなピッチャーになりたいと思います。うわー、やっぱいいじゃないですか。あと10年やってやろう。もう後輩とやめてあげて教える立場になったよ。いやでも本当に今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ2022年ファイターズ皆さんお会いしましょう。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。